はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。今回はですね、ニューステイトっていうこのゲームでは最強武器っていうのがですね、あまり決まっていなくて、そのね、武器それぞれによって強さだったり弱さがあるんですが、今回はですね、僕がですね、どんな武器で、このさニューステイトをプレイしたらいいかまだわかんないとか、お気に入りの武器がねないっていう方向けにですね、おすすめのね、武器構成を教えていく回と、なります。はい、で今回のコンセプトなんですけど、楽、もうその武器を拾えば強いっていう武器をね、紹介していこうと思います。例えば、ベクターとか、強いんですけど、ベクターにね、強くするためには、まずねカスタマイズしないといけないんですよ。で、このね、トロイの極限モードだとそのコインさ300コイン持った状態からスタートするんですけど、やっぱりね初動さ弱いじゃないですか。初動そのカスタマイズキットを買うまでが弱い武器じゃなくて、今回はもう拾えば強いっていう、もう拾った段階でもう即戦力になるね武器を紹介していこうかなと、思います。よろしくお願いします。でさ、なんか最近さこの極限モードねかなりまずくなっちゃって、まずいっていうのは何がまずいっていうと、そのポイントですね、レート上げしてる人、かなりポイントまずくなりました。はい、2倍期間が終わったんで、もうかなりまずい、渋いですね本当に。僕もねツイートしようと思うんですけど、4キルして2位の試合があったんですけど、それでですね、まさかの0ポイント。さすがにそれはバグだと信じたいんだけど、そういったこともあるのでね。はい、あ、いるわ、マジか、いるわ。ちょっと AK で芝こうかこれね。どこどこどこ、外だよね今の感じ。どこだ、結構近いけど人臭くない、さすがに今の銃声エンドくっさ。なんでそんな外にいるんだろう、わかりません。はい、あ、いたわ。あれはどうなんだろう、あれは何なんだろう、わからない。ちょっと見に行きましょうか。で、何の話してたっけ。そう、レートポイントがね渋くなったんで、このね極限モードをね、そもそもやるメリットがそんななくなったのかなと。あ、これは違うわ。あったあった、あ、もう完璧揃いました。はい、今回はですね M4 とこの DPS ですね、このね組み合わせ皆さんに紹介したいと思います。はい、これ何がいいかっていうと、このねアタッチメントをねつけなくていいんだよ。アタッチメントじゃない、ごめん、カスタマイズしなくていいんだよ。M4 じゃなくてさ、この DPS カスタマイズいらないし、危ない、今人だったら死んでました。はい、DPS ねカスタムいらないし、で、M4 はねアタッチメントこそ必要な量は多いんですが、ただですね、これもね、カスタマイズしなくていいので、ドローンクレジットのね節約になるんですね。だからレッドフレアをね呼べるっていう、そもそもレッドフレアさ呼んだらさ、かなりの確率で、カスタマイズキットオールが入ってるんですが、それはね入ってない場合もあるので、そこでね運ゲーしなくてよくなるっていう、はい、そんな感じですね。この2つはマジでカスタムいらずだと最近思ってて、DBS はねカスタムしなくてもいいっていうのは皆さん、ご存知かなとは思うんですが、これカスタムしたところでですね、リロード速度が増加するだけなんで、正直いらないでしょう。はい、で、M4 はねカスタム1にありますが、カスタム1すると水平方向、そして、カスタム2にするとねマズルがつかなくなって、ちょっと不安定になっちゃうので、もう完成された武器なんで、これはねカスタムする人がないでしょう。ということでね、今回はこの2つ使ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ちょっと敵もねいないんで、最近のその僕のこのニューステイトに対する、なんかやる気とか、活動の話していこうと思うんですけど、3月ですね、僕もうすでに大会ね3つエントリーしていて、もう3つ出場することが、決まってるんですけど、もうね本当になんだろう、プロかっていう感じですよね。1ヶ月でね3試合大会に出ることになりました。はい、でもしかしたらもう1個増えるかもしれないんで4試合ですね。で、決勝とかにも進んだらそれ以上ということで、かなりね
エイム練習はしてるんだけど、やっぱり、課題がですね、キャラコンとか、まあいろいろね、その辺あるんだけど、まあもう正直さ、まあもう、大会まで時間もないんで、もう僕にできるのは打ち負けないことかなと。1対1で打ち負けなければね、まあそれでいいかなっていう感じですね、とりあえず。まあ今後はね、今僕6本指でやってるんですけど、今後はさらなるね、指の数を増やして、まあ、できること増やしたいんですよね。今僕のボタン配置結構その右に寄ってて、かなり人差し指がね忙しいんですよ、右の。だからここの負担をちょっと減らしてあげたいなっていう、まあそういった感じで、今後もね進化していくので、まあ進化したらね、皆さんにまあその際は、報告したいと思います。はい。でさ、その大会なんですけど、まあ僕の出場する大会のうち2つが、NOC、ニューステイトオープンカップ、まああのね、総額賞金なんと500万円の、大会に通じるものなんですけど、まあ、優勝したらね、500万円もらえるわけじゃなくて、優勝者はですね300万円だそうですね。まあ、なんで4人チームなので、まあ、1人75万円やばいよね。75万円って普通に働いてる人のさ、なんだろう、給料のまあ、まあ3倍ぐらい、まあボーナス、いいとこのボーナスぐらいもらえるんで、もうここはねがっぽりねいただきたいんですが、まあそれに出るにはね、まずその各大会でさ優勝しないといけないっていうね、まあでっけえでっけえ壁があるんで、まあなかなか簡単なものじゃないんですけど、まあそれはもちろんね、簡単だったらそんなねおかしい、うん、簡単なわけがない。いやまあ正直さ、僕がさ優勝できるって思ってる人、まあ、少ないじゃないですか。まあ多分、まあ、試合に出れるかも、まあ、まだ分かんないし、まあ、そもそも出れたとしてね、仮に出れたとしても、いやこんがりが優勝できるわけないじゃんって思われる方もいるかもしれないんだけど、何が起こるか分からないのがこのニューステイトの面白さなんですね。はい。まあ本当に運がさ味方してアンチにずっと愛されるかもしれないし、強豪同士がねやり合ってそれを漁夫れるかもしれないし、まあ、いろんな夢が詰まってるんでね、まあ皆さんねぜひぜひ、まあ僕のね大会の様子とかね、たまにちらっと見に来てくだされば嬉しいです。応援してください。はい。でまあこれを機にね、まあ、これを機にっていうとまあおかしいけど、なんだろう、その本当にさNOC 出場を目指して、まあ、今からでも全然間に合うと思うんで、そのパラレルカップとかシュアカップはもう応募がね過ぎちゃったんですけど、その他にもね、ブラックシャークカップだったり、あとはそのなんかいろいろね他の大会とかもあるので、まあそれをね優勝すれば、出れるんでね、まあこの機会にどうですか、FPS 猛者の方々、ニューステイトにねちょっとやってみるのもねいいんじゃないでしょうか。さて、それではですね、残り生存人数が、12名になったんで、まあ、最終決戦いきましょうか。チェスター、いやーチェスターがアンチ、最終アンチ入るとねかなりめんどくさいんで嫌なんですけど、まあ、しょうがないですねこればっかりは。いやほんとチェスターアンチ最悪だわ、俺苦手なんだよねこの街。いやソロだとさよりカオスだからあんまり好きじゃないんですけど、うん、まあ文句、まあもううだうだ言ってるとねもう良くないんで、まあやりますけど、いやマジでどうしよっかな本当に。いや弱いんだよな、マジで弱い、この丘とか取っても弱いよ。いやどうしよう、一旦入るかこれね、マンション取りますか、まあマンション、まあマンション取りますか。いや本当にやだな、いや痛い、このアンチマジで最悪、もう本当に嫌い、ちょっと苦手ですね。大会ではねこのアンチにはならないでほしい、マジで。僕はねその室内戦とかよりも圧倒的にね、中距離でね、屋外でね打ち合う方が好きなので、ちょっと苦手なんですけど、まあ、ただ DBS 今回持ってきてるので、まあ、チェスターは結構有利かなと、うん、よく考えるとチェスター有利かもしれない。僕やったぜ、まあ、プラス、うん、ポジティブに捉えていこう、もうそうするしかないわ。一旦まあこの辺で降りていきますか、イモりますか、うん、しょうがないな、このアンチになったのがいけない、俺はよく、うん、俺は悪くない、俺は全く悪くない。ここでアンチ、うん、このねチェスターにイモる行為はまあ定石でしょう、誰しもがやってる。さあということでですね、まあ、チェスター入ったんですけど、まあこれアンチがね、まあこのチェスターに寄ったということで、
DBS ね、持ってきてる僕にはかなり有利です。さあ、車がやってきた。よかったね、これね。遠距離武器持ってると腐るんだよな、マジで。よかった、カーとか M24 とか持ってこなくて。まあ、SKS とかもそうだけど。今回の武器構成にまあぴったりのアンチかもしれませんね、もしかしたら。M4 で中距離しばいて、で、まあ、あの、近距離はね、DBS でパンパン。完璧だな。あれか?あの車か?なんかわかんないけど、なんか緑のが見える。一旦あっち警戒ですね。うん。いやー、まあ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 。とりあえずまだ動かなくていいんですが、警戒するに越したことはないと。あっち入ってんな、絶対。まあいいや、あれは。あれは最悪いいや。どうとでもなる。あそこはまあ一旦見とけばいいとして、ただあの車は潰しておきたいんですけど、まあ下手に動くとね、気づかれるんで、まあここでいいでしょう、一旦ね。まあこれは芋とは言いません、戦略的芋です。はい、皆さん勘違いしないように。もう結局はね、アンチに先入って待ってるやつが一番強いんだよ、このゲーム。うん、まあしょうがないね、これは。ドン勝つするためになら、もうどんな手段を取っても、あの、うん、勝つ。勝ったやつが全てだ、みんな。まあ、こんなことしてると上手くならないかもしれないんだけど、ということでアンチ寄っていく。まあ、チェスターもですね、これ3つのブロックが分かれていて、こう1、2、3とあるんですけど、まあ、僕が今回取ったのはこの右上のチェスターなんですが、ここに入ってたね。次のアンチもね、こっちになってくれると嬉しいんですが、あ、いたわ。今いたな、あそこ。あれやりたいな。じゃあ生存人数は残り8名。あ、あ、あ、マジか。これは詰めるしかないぞ。やります。行くしかない。いや、今甘えたところな、やりたかったんですけど。さあ、どうなる。ここいるんじゃないの。この中か。この中だよね。あ、いたいたいた。あー、うまい、うまい。めっちゃ跳ねたな。やったぜ。いやー、 DBS 持ってきてよかった、マジで。いや、気持ちいいね。これなんだよな、本当に。チェスター最高。 DBS 強すぎ。もう相性良すぎな。この街になったら本当 DBS ありだな。本当によかった。いやー、素晴らしい。は?近くにいるわ。これ隣入ってんじゃない。隣いるかもな。これ絶対いるな、今の。今の音的に。さあ、行こうか。こうなったら強気。相手ね、絶対誘ってきたからね、今。今 AK で一発撃って誘ってきたわ。挑発乗ります。ここはちょっと挑発乗らせてもらう。あー、上かな。上でいるな。いるわ、いるわ。いや。もう一個上だか。あ、いるな。どうしようかな。一旦まあエナジードリンク飲みましょうか、ここはね。さあ、 FPP 視点で行こうか。あれ、いない。下降りたか。あれか。いや、あれは AI か。なんだ、びっくりさせんなよ、本当に。怖いわ。さあ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 、これは AI ですね。まあパンパンとしばいていきましょう。ふう。いやー、アンチずれたな。残り生存人数4名、アンチずれました。まあ一旦ここは冷静に行きたいところ。いやー、しかしこれ最終アンチがですね、これもしかしたらなんですけど、チェスター外れるかもな。まあ一旦行く。あ、あ、あ、マジか。は、そんなところにスモーク、なぜ。怖い。あ、いた。あれだ、あれだ、あれだ。あれは M4 でやろうか。さあ、ちょっとミスったんですが、はい、しっかりとしばいていく。 OK。 あっちにもいんのか、車の音。さあ、残り3名。さあ、ドンカツ目指していきましょうか。
DBS を持っていきます。さあ行くぜ。このカスタムなし編成、これが強いんだよね。結局カスタムなしで最強の武器が最強、合ってますよね。それで間違ってないよな。あそこにいそう。うわいそう。うわ車止まってんわ。これいるだろ絶対。 100%200%。 怖い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 。いないのかい、いるのかい、どっちなんだい。嘘だ、いないの。やられたか。いやここ勘違いだし、ちょっと一旦戻ります。どこだ残りの敵。なんかあそこいそうだな。まあ、一旦ど真ん中取りたい、ど真ん中取りたいけど、こんなとこで止まっちゃダメよ。怖い怖い怖い。さあ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 、残りは2人、残りは2人です。敵一旦ここ入ろうか。いないね。いないか、よかった。一旦いない。さあ一旦この屋上を取りまして、クレバームーブですね。素晴らしい。そしてアンチは俺に寄ってくる。最高か。いやー奥かな、なんか奥の2つにいそう。あと手前のあのあんな、いやーあっちかなやっぱり。まあ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 、とりあえず俺が絶対的有利なのは変わりない。オッケー、もう大丈夫でしょう。後ろはいいや、あと横も捨てる。あいた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 、いたわいたわ。あっぷね。オッケー。さあ残りは1人、あっちだな。落としました。いいね。さあやろうか、タイマンジャー。あーここでさグレネード刺さってもさ面白くないんだけど、まあ、いったん、あ、いた、いたわ。ちょ待って、焦るな焦るな焦るな、俺焦るな焦るな焦るな。いやこれもうグレネードで決めていい、ごめんだけど。はーい、すまねえなー。いやーごめん、本当は打ちたかったんだけど、打ち合いたかったんだけど、本当にごめんなさい、やっちまいました。はい、ということでですね、皆さん、ぜひですね、DBS と M4 の組み合わせ使ってみてください。最終アンチがね、こういった、まあ、市街地っていうか、まあ、このね、街になった時にかなりのね、その強さを発揮してくれる DBS と、まあ、いつでもド安定の M4、この2つの武器最強です。以上こんがりでした。じゃあな、GG。